インデックス投資信託ですね、農業の。まあ、農業の投資、インデックス投資信託の魅力というのはまあ多くあるんですけれども、まずですね、まあ、農業はですね、基本的な人間のニーズであるというところが大きいですね。食料供給、に関わるというところが大きいですね。まあ、安定しているというところですね。世界人口のまあ増加に伴って、まあ、食料需要というのは増加し続けているというところはもちろんご存知だと思うんですけれども、まあ、そんな中でですね、農業インデックス投資信託というのは成長が見込まれる分野というところで、やはりですね、有利な案件を見つけるとかなり、いいのではないかと。あとはですね、まあ、農業はですね、気候変動とか天候の影響を受けやすいところがあるので、まあ、価格の変動生じやすくですね、投資機会というのは生まれるというところもありますので、ここをうまく利用すればですね、収益を上げることができるということですね。